はい、コナンです。ポケットのスマートフォンバージョンやっていきたいと思います。今日はね、進化ステージの2日目ということで、チャオブーですね。先日ポカブゲットしましたけども、さあどれだけ進化して強くなっているのか。チャオブーはね、炎タイプのポケモンです。今回ノーアイテムで挑戦します。チャオブーが炎タイプのポケモンなので、弱点をつける相性のいいポケモンとして、地面、岩、水タイプのポケモンになります。今回僕が選んだのはメガガブリアス、地面、パルキア、水、カイオーガ、水、グラードン、地面、こちらの4体を選びました。メガガブリアスはね、飴玉あまり与えていないので、ちょっとねメガ進化が遅いので、このステージ手数20のステージなんですけども、まあ、もしかしたらねメガ進化せずに終わってしまうかもしれません。ちょっとその辺は分かりませんけども、あとはねちょっと岩ブロックのお邪魔が結構あるので、カイオーガのスキルとして岩を消す、こちらでねうまく対応できるんじゃないかと選びました。さあ残り手数11でクリアです。やっぱり予想通りね、メガ進化ほとんど役に立ちませんでしたけども、さあゲットしやすさは 36%。 いけるかな、行きたいとこだけどね。3回、来た、チャオブーをゲットすることができました。ランクは A です。さあ皆さんね、チャオブーゲットできましたでしょうか。またコメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。